午前中ちょっとあの工場に納品があったけ、あの世界中ぐるぐる回ってけ、いろんなこう子供が喜びそうなもんち、うちいっぱいあるよね。ここの窓と同じかよ。はい、どうもトカゲのおっさんです。今日はですね、外で撮影なんですけど、お店の看板ですね、お店の看板を新しく作りましたので、それのご紹介をしたいと思います。うちのお店はね、看板って言ったらここにあるのれんと表札ですね、そこだけしかあの看板として出してなかったんですけど、今回ね、家の真横に、家のこの上のあたりに看板をねつけようと思ってます。はい、あとですね、うちの店舗には駐車場が1台あるんですけど、何も表記が今までなかったんですよね。なので、あそこの部分、あそこのコンクリートの壁のところに、まあ大きめの看板をねつけようかなと思っております。それもね、看板屋さんに頼んでます。頼む看板屋さんなんですけど、うちのもうすぐ近所なんですよね。ここからお店が見えるぐらいの距離にあるとこで、中工芸さんって言うんですけど、もうとんでもない方だったんですよね。お店自体は看板屋さんなんですけど、本職は画家さんなんですよね。なので絵がすごい上手なんですよね。写真で見たそのままをそっくり描くようなね、画家さんで、でさらにすごいのが、各キャンパスがもう規格外なんですよね。今までね、どんな仕事をしてきたかっていうのを写真見せていただいたんですけど、まあここら辺にね載せとくんですけど、これ工場の超でかいタンクなんですよね。そういうのにイラストを描いたり文字を描いたり、そういう仕事もされてるんですよね。だいたいね、絵描くときって平らなとこに描くじゃないですか。これ球体に描いてますもんね。球体にお願いしたイラストを描き切るということで、ものすごいですよね。どんな感じで仕事しているのかね、当時の動画を撮ってたらもうおそらくバズってますよね。はい、あとここら辺で超有名なスペースワールドっていう、今はなくなってしまった遊園地があったんですけど、そこのシンボルのスペースシャトル、スペースシャトルに文字を書いたりとかっていうか、そんなことできる人がね存在してたんだっていうのにびっくりしましたね。はい、ということで、そんなものすごい仕事をしている看板屋さんに、うちのね看板を作ってもらってます。はい、そんな感じでね、次の映像はおそらく看板ができていると思いますので、そちらの動画をご覧ください。はい、すごいすごい。午前中ちょっとあの工場に納品があったけ、うん、それが終わってそれから電話で連絡しようかな。ありがとうございます。もう乾いてるって、うん、もう乾いてる。へえー、すごすごいすごい、そっくりやもう、うん、あー下ですね、うんうんうん、なるほど、はい、ありがとうございます。本当はね、あの世界中ぐるぐる回ってて、いろんなこう子供が喜びそうなもんち、うちいっぱいあるよね。あ、うん、あれもあるよ、あのトカゲのね、チュニジアでセジュナン焼きっていう焼き物の中にトカゲの形した焼き物がある。へこれの壁の向こう側は一応ギャラリーやけね。そうなんですか。ギャラリーだってよ、ギャラリーとはしてもらった方がいいじゃない。そっち行ってみます。わーすごいすごっ、イエーイすごい。写真にはこれ、それはね、あのなんかエジプトのね、鳩小屋、へえ、鳩の上下の方に、はい、ああいう風にして作って、あの大きい絵だったらこういうのが高さがね7メートルぐらいのやつがね2つ3つある、各家に。へえ、絵はねもうここだけじゃないんですよ。この2階にもこれと同じぐらいの量がある。まだもうこの窓と同じかよ。いや、それはちょっと上げすぎて、うん、これぐらいまでは上げられるけど、
すごいすごい。あのイラストをそのまま看板にできるってすごいですよね。はい、いかがでしたでしょうか。うちのお店にね、看板がつきましたっていう動画でしたけど、すごいですね。めっちゃ目立ちます。おまけで作ってもらった看板はね、ここにつけることにしました。上りがあってね、目立たないかもしれないって言われてたんですけど、まあ上りがない時間帯、営業時間外の時に目立ってくれると思うので、まあそれはそれで良かったんじゃないかなと思います。あと駐車場の看板ですね。はい、うちのお店の外観はこんな感じなんですけど、ここですね、大きく表示されてますので、お客さんに分かりやすくなったんじゃないかなと思います。はい、そんな感じでね、今日はこれで終わりたいと思います。どうも最後までご視聴ありがとうございました。